切って、そしてこの握りで使い方はそうです。こういう風になるの、ね。一気にスパッといっちゃってください。こういう風に、ね。じわじわいっちゃうと爪がバラけちゃう。三角に切るんだってね。そうです。ここは顔のうるさいな。あ、こうか。そうです。そうですそうです。すごくいい感じ。うん、ちょっとしか切らないけど、ね、うん、全然血管が伸びてるからそれぐらいで、で、はい、それだと、はい、なんだろう、手が動いちゃうので、はい、指を、手を持ってるんだけど、はい、指先で切る指を1本ずつ親指と人差し指で、そうですそうです、固定しちゃうと逃げないです。上に上げてもいい？あ、大丈夫、よっぽど反らなきゃ体が。たくさん切んなきゃいけない。うん、全然全然。それ以上切っちゃうと多分。はい。よし。顔があっても大丈夫かな？顔を残すってことは、ね。あ、大丈夫。顔が切れることはない。見ていい？あ、全然。すごく上手です。上手です。こういう角度だったらね。うん、いいですいいです。でこういう角度ですよね。そうです。指をもうちょっと根元、はい、先っぽを持った。奥の方を持っちゃうと動いちゃうので。あ、こういうことね。そう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 です。逆ってことね。もうちょっと切ってもらっていいか。いや、もう全然いいです。いいです。こっちの方ですよね。こうやってある程度観念してるってこと？観念してる。すごく観念してる。暴れがなくなってきたのはその証拠です。くっつき虫いっぱいついてるね。